1894年7月25日、東東朝鮮半島西岸沖で日清両軍がぶつかり開戦となりました。同日、艦上の慶福宮では大院軍の配下が朝鮮公使の大鳥慶介に清国軍排除の要請の親書を提出します。そして8月1日、清から正式に宣戦布告がなされ、日本も清に宣戦布告を通達。この日、日清戦争が開始されました。9月15日、平壌に集結した日清両軍は本格的な戦闘になりますが、翌日日本の勝利に終わります。これを皮切りに17日には日本海軍が清の北洋艦隊に圧勝。勢いの止まらない日本軍は遼東半島の要である旅順要塞を陥落させました。そして清の国土へ踏み入ります。翌年2月、清国一大軍港の伊海園を攻略、北洋艦隊は壊滅します。日本軍は青海圏を完全に掌握し、この日清戦争に勝利しました。当時日本国内では反政府の政党が政府批判をやめ、戦争に関係する法案、予算案が議会で全て可決させるなど、国を挙げて日清戦争に臨んでいました。一方、清では大きな敗因として国内の政治対立で改革が遅れ、日本のように国を挙げて戦争に臨めるような軍事体制が整えられていませんでした。そして清からの講和の打診を受け、3月下関で日清講和会議が開かれます。この講和交渉の結果、清は朝鮮独立の承認をすること、澎湖諸島、台湾、遼東半島を日本に譲ること、そして賠償金2億テールを日本に支払うことが決まりました。この金額は当時の日本円で約3億1000万円、日本の国家予算の約4倍もの大金でした。こうして4月、下関条約が調印されます。これまであまり知られていなかった極東の小国である日本が歴史ある大国清を破ったと聞いて、世界中が驚きます。そして欧米列強は次々と清を植民地にしようと乗り込んでくるようになります。